どうも皆さんこんにちは、ドズルです。今日はタウンホール10の攻めを2つ見ていきます。1つ目はゴイウィ、ネクロマンサーを主体として戦う戦い方ですね。でもう1つはゴレ6編成、ゴレを6体使った編成となっています。いずれもね、前回動画となっているので、ぜひ見ていってください。まずですね、1つ目のリプレイはゴイウィなんですけれども、オゴさんのリプレイですね。オゴさんまずは援軍を釣っていきます。でこの援軍の釣り方ちょっと面白いんですけれども、ガーゴイルを使ってね、ウィザードだけを、先に釣っていますね。で黒バルと、バルキリーは後から、処理という感じでね、ちょっとウィザードを先にやっつけちゃうっていう、まあなかなか面白い援軍処理の仕方だと思います。やっぱり相手のウィザードっていうのはかなり火力があるんでね、優先的にやっつけたいっていう意図なんでしょうね。で、ゴーレムを投入していって、ウィザードで広くサイドカット。この攻撃の主軸はですね、9時から、ネクロラッシュという感じになっていますね。それで、壁開けをして、9時の区画にレイジを打っていきます。まあ、下の区画にもね、ゴーレムと、ウィザードを置いて、しっかりね、その中心部のユニットが中に入れるようにサイドカットしていきます。でフリーズを一気に、クロスボウ2つとインフェルノにかけてね、もう1本目の、インフェルノタワーをしっかり破壊できるようにフリーズを今かけました。中心部に一気に駆け抜けていって2つ目のレイジ、やっぱネクロマンサー本体がやられないような、そういったね、攻め方が必要になってくると思います。下の区画はしっかり、除去できたので、ここからね中心部から、さらに 100% へ目指していくといった感じです。でこのベースのちょっとした特徴なんですけれども、ウィザードの塔と迫撃砲がね外周にないんですよね。外周にないので、ネクロマンサーがね中心部で今もう迫撃砲とウィザードの塔が破壊し終わりました。こっちのヒーロー今2人ともやられてしまったんですけれども、ここから全開が取れた理由っていうのはやっぱりね、ネクロマンサーが迫撃砲とウィザードの塔以外の施設、つまり単体攻撃防衛施設、単体攻撃の防衛施設にはネクロマンサーがね滅法強いという、利点がね今回全開が取れた理由かなと思います。アーチャークイーンとかが、倒れる前に、中心部付近のね迫撃砲とかウィザードの塔を一掃してくれたのが、かなりでかかったのかなと思いますね。やっぱネクロマンサーがこれだけ生き残っていてね、しっかり骸骨を生成してくれていると、大砲、まあ、とかアーチャータワーでは本体はね、やられることはないでしょう。こんな感じで、全開してくれました。まあ、ゴイーウィ結構ねネクロマンサー本体が、最初の方にやられちゃうとかなりきついので、最初のやっぱ滑り出しが非常に大事かなという印象を受けますね。2つ目の、リプレイ見ていきましょう。こちらゴレ6編成となっているんですけれども、ゴレ6となるとねかなりその火力的な面でね不足しがちになるので、結構高レベルヒーローの方しかできない、まあ、戦術かなという印象を持っているんですけれども、どうなんでしょうね。まずはゴーレムでしっかりターゲットを取った後にですね、壁を開けて、まあ、そこから、ゴーレムを全部投入していきます。で今回主軸としまして、攻撃力としましては、まあ、ウィザード、そして、こちらのヒーロー2体とペッカ1体をね、組み込んでいます。でフリーズがねないっていうのがポイントかなと個人的には思いました。なんでかっていうと、ゴレ6体いるとね相手のマルチインフェルノは封じれるわけなんで、ぶっちゃけね、フリーズよりもやっぱレイジの方がこの戦術には合っているのかなという感じがします。今回もですねアーチャークイーンが全くターゲットを取られることなく、しっかりゴーレムがねターゲットを取ってくれるので、アーチャークイーンがねもう好き放題攻撃できてます。で別動部隊でペッカと、バブリアンキングがねいい感じに、動いてくれているので、2本目のねインフェルノタワーなんかはペッカがね破壊してくれます。こんな感じで、まあ、結構ね火力の主力ってなんか意味わかるかな、火力の主力、要はアーチャークイーンとかペッカっていうその火力部隊っていうのはかなり編成的には少ないんですけれども、まあ、しっかりゴーレム部隊で盾を作ってあげて火力部隊がやられないようにしてあげるとですね、しっかり全開まで狙えるといった戦術となっています。まあ、ぶっちゃけ初めてゴレ6編成見たときはね、いやゴレ多すぎだろって思ったんですけれども、この編成結構ね、星2つは安定して狙えるし、
星3つもね、今回のように狙えるといった非常にね、欲張りな戦術となっています。まあ、ゴーレムは結構動きも読みやすいというか、その防衛説に向かってくれるので、どのように動かしたいかっていうのを事前にね、下見の時に決めやすいですし、また体力もかなりあるので、火力部隊さえやられないようにね、動かしていけば星2つは硬いと思います。はい、今回のように星3つもあるということで、素晴らしい、リプレイ見せていただきました。ということで今日はね、タウンホール10の攻めでした。また明日、バイバイ。